これは昨日午前零時過ぎから2時間ほどの空の様子を早送りしたものですオーロラと見られる赤っぽい光が確認できます撮影したのは週に一度は星を見るという天体好きの中部大学の学生でしたこの下のあたりですね下が赤になっててここに若干緑成分も入っていて

星空の撮影を目的に、東映町に出かけたところ、オーロラが見えるかもしれないと聞き、深夜11時半ごろから急遽カメラを構えたといいます。朝4時とかですね、そのパソコンに取り込んで、そのみんなで確認をしてで、職員の方にこれはもうオーロラだよと言われて、北側でこんな赤い光だったり、緑色に映ることはまずない、まさ、あ、かでなんてもう思ってもいなかったので。 模擬さんが撮影したのは本当にオーロラだったのか写真を見た中部大学天文台の大島副大長はこう見ています北は山林で街の明かりですねが入ってくることは非常に少ないんだろうとそれにもかかわらずそういうものが見えてるということでおそ、まあ、らくオーロラなのではないかなとは思っています 茂木さんが撮影した映像は専門家が詳しく分析を進めています。